無理です。東京も大阪も。しかも最初から僕のキャスティングセミナーでした。まず大きい長いところを用意していただいて、そこでさーっと世のを見ていた。30年前というとちょうど僕は3つぐらいのところですよね。いやちょっとそれはちょっとね、幅読みすぎでございますけどね。本当にでも、20代の時から大人の人に僕はキャスティングを教えてましたね。僕20歳の頃には大学生をよくキャスティングスクールみたいな感じで教えてました。20歳の時ですけど、大学生の僕より上なのね。東山湖っていう管理釣り場があるんですけど、そこで関東大学選手権大会という、それの第1回の審査員が僕だったんですよ。で、僕より上の人たちを審査するんです。ね、そんな頃からずっとやっておりまして、今、随分年取ってきたよね、この立場もね。そんな中、ジャンケンをやるんですが、本当にずっと仲間になって、すいません、ね、その土地だけでもしていただきますとですね、ありがとうございます。僕のじゃんけんはパターンがありますからね、よく聞いてください。僕はグーチョキパーの順で出します。いいですか。僕は一番最初にグーを出しますから、皆さん全員がパーを出してください。ここまで言っても間違える人がいるんです。僕はパターンを変えますというまではずっとグー、チョキ、パーを順で出します。いいですか。だから途中の言葉に惑わされないでください。いいですか。言っときましょう。惑わされないで、僕はグー、チョキ、パーの順です。いきますよ。僕グー出しますよ。じゃんけん、